楽天証券経済研究所、グローバルマクロアドバイザーの田中大介です。田中大介のマネは語る。アメリカの株式相場は、ここ数ヶ月、かなりアップダウンの激しい展開になっています。こういう相場に関わっていて、投資家として焼きもきされるのは、含み損益。これが変化するときに、自らどう対応するか。 ということなんですね、えー。皆さんもおそらくこの8月、9月、10月、11月と、もう延々とやきもきしてきたのではないかと思います。私は11月に大きなラリーがあった後、そのまま年末高かというようなシンプルな展開ではなくて、おそらく12月は調整であろうと、まあ、こういう見立てで来ました。ちょっと悩ましい展開、悩ましい場面ということでもありますので、今回はこの相場に絡めて、 現状をどう読むのか。そして、えー、そういう心理がどんな風に相場に影響するのか。まあ、そのことについて、えー、アップデートしたいと思います。タイトルは、米国株、含み損の心理学、立ち直りを取るということです。含み損を抱えるような状況になると、投資家としてもやきもきしますし、そういう人が多いと、相場が 思ったよりもかなり厳しく重い展開になってしまって、なかなか立ち直れないということが起こります。それでもなお、時間が経つと急激に立ち直るということも起こり得る。まあそういうところのメカニズムをきちんと理解して、相場に翻弄されないようにするというのが今回の動画の目的です。なおこの動画は楽天証券の投資情報メディア、投資ルにて展開をしております。 気に入ってくださった方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また、この動画では、個別メガロを取り扱います。ただ、個別メガロについて、それが投資を推奨するものではありません。あくまで、相場力学の題材として取り上げているものです。ですから、投資のご判断というのは、ご自身の責任において行ってください。 お話をすることですけれども、これ必ずしも順がこの通りではなりません。含み損を変える投資家心理についてのお話。それから巨額なお含み損に押される相場の動き方についての話。そしてそれがどういうふうに回復するのかという、まあ、この3つについて NVIDIA を主に取り扱ってお話をいたします。NVIDIA ですけれども、まあ、言わずと知れた生成 AI の機種ということで、生成 AI 用の GPU に関しては、まあ、独断上といっていい状況にあります。決算も毎回毎回絶好調ということで、アナリストは中期目標を600ドル、700ドル、800ドル。まあ、このあたりが多いですけれども、多い人では1000、1100なんていう見通しを出している人もいるということだったんですね。しかし、現実の相場は、この図の通りで、このあたり。 400から500のところを行ったり来たりするばかりという状況になっています。な、ま、ん、あ、で相場が上がらないのかということなんですけれども、まあ、これまで何度か NVIDIA を相場として取り扱うということでお話をする中で、ファンダメンタルズとそれから行動学的な捉え方とがあって、力学もこの2つ分けてみるんだということを申し上げてきた次第です。 なお、私は NVIDIA の財務状況そのものを分析しているわけではありません。あくまで相場の値動きの中からこういうことであろうという力学の解析をしているということです。ですから、楽天証券においては今中さんという素晴らしいアナリストがいらっしゃるので、NVIDIA の財務状況等について深く理解したいという方は、ぜひ今中さんの動画、レポートを ご覧になってください。この NVIDIA、業績は素晴らしくいいで。これから先の見通しもすごく高いにもかかわらず上がれないという時に、一つまず NVIDIA を含む株全体を取り巻くマクロ情勢どうなんだということについて確認をしておきたいと思います。まあ、結論から先に言いますと、私の認識では必ずしも株にとっていい状況ではないんだということなんですね。 そのことをまず確認をしておきます。こちらの図は、えー、アメリカの主要金利の推移が青っぽい線で、で点線が政策金利です。点線の先にある大きなドットになっているところが、 マーケットが折り込んでいる2024年中の政策金利の推移ということになります。で、この中で赤い線が金利に敏感なナスダック指数。グロース系が多いということで金利に敏感だということで描いてるんですけれども、202021 2020年は金利が低いから、青い線が景気中立水準を下回っているからものすごい株高っていう分かりやすい場面です。 まあこういうあのファンダメンタルズの後押し、特に金利が低いという状況というのは、あ株にとってみると、まあ後から後から新規の回転も出てくるということで、かなり強烈な上昇サイクルを形成できるんですね。えー、しかし、それがインフレの発生によって、どん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 利上げが進んで、景気中立レベルも超えるという、この目処が立ってきたところで、2022年、急激に株安に転じていくという逆金融相場になったと。 この23年にかけて申し上げてきたことは、利上げが一服する、金利上昇が一服すると、それまで金利が上がるのが怖いと言って売られてきた株が、ちょっと安堵して持ち直す場面がある。これを中間半島と言うんですっていうことで、まあ、ここをちょっとこう、見てきたんですね。ただ、今回金利がもう景気中立レベルよりもはるかに高いところに上がってきているので、早々簡単に株も上がれまいと。 いうことで、私は中間半島というよりも中間持ち直しぐらいではなかろうかっていう、こういう趣旨でお話しする機会が多かったと思います。ところが、その後、そこに生成 AI というテーマが加わってきて、そして株価は見ての通りかなり大きく上がるという展開になっています。まあ年初来で2023年すごい相場じゃないかと、 いうふうに見えはするんですけれども、かなり歪な構造で進んできたというところがあります。で、今後、金利が下がっていくっていうことで、この中間半島的に金利が下がるんだったら株高でしょっていう反応の部分と、でも、この金利の低下っていうのはゆくゆく景気が悪化して業績が悪化することじゃないのっていう、この懸念が出てきたときには逆業績的な展開というのが起こり得るんだ。 こういう潜在的なリスクがあるっていうことでもあるんですね。ですから、現状の株式相場一体どうなんだというふうに問われると、これほど金利が高ければ、なかなか株は本来上がれないんだけれども、株、金利の上昇が一服した時点で株は反発しうると。これが基本感なんです。で、その生成 AI なんですけれども、こちらのグラフを見ていただきますと、 これは一番下、低いところで推移しているのがダウ。そして青が SP500。そしてグレーがナスダックで、黒が999、ナスダック100ですね。そしてソックス、あるいは SMH の半導体。で、さらにその上に M7 というのを入れてきました。このピンクの点線ですけれども、M7、何かと言いますと、マグニフィセント7、壮大なる7社ということで、NVIDIA、 それからガファム5社、そしてテスラということで、事実上2023年の相場というのは、この7社が牽引して上がってきた。で、この7社だけで SP500、これは多いですね。この大きな指数においても25%、30%という比率になっている。ナスダックや救急9になるともっと大きいんですね。まあ、結果として、 これらの7銘柄が上がることによって指数全体が上がるという構図にはなってるんですけども、その他の銘柄がほとんど上がってないという状況なんです。ですから、まあ私は時々申し上げてきたのは、もし生成 AI というテーマが2023年に浮上していなかったら、このマクロ環境、金利環境っていうのはどれほどの株高をもたらしたんだろうかということなんです。 ですから私は、まあそこについては、ちょっとこう控えめ慎重に見ているところがあって、で、今後についても、この金利環境において、単純に株が上がっていくということを強調する、そういうステージではないというふうに思っているわけです。逆に言いますと、そういう状況であればこそ、生成 AI というテーマ、これ景気が多少悪くなろうが、 金利が多少高く止まったままであろうが、もう企業が生成 AI を導入するかどうかっていうのは、その先の命運を決するような、まあそういうふうな重大事項なので、その需要というのは、まあ、旺盛であろうということが見込まれるわけです。ですから、まあ先々にリスクがあると、このリスクに対して耐性があると思われる生成 AI 系の銘柄、M7 等については、 より注目を浴びやすいのではないかと思うわけです。ところがこれ見ていただくと、7社全体で見ても、7月ぐらいまで頑張って上がった後は、もう一進一退ということなんですね。もう行ったり来たりしているということなので、なんでこんなに上がらないのということについてのお話を今回するわけです。 で、今度、マクロ情勢と投資家行動について、より細かいところの相場の動きから確認をしたいと思います。先ほど来申し上げているように、NVIDIA は生成 IOGP ではもう独断上であると。で、その需要というのは向こう数年間、景気悪化とか金利高にも耐性があるだろうというふうに思われます。ところが、NVIDIA 株、ここではあの、白と青のロウソク足で描いてありますけれども、 まあ激しく上下動する。まあ本当にローラーコースターのような展開になっているわけですね。で、これを長期金利と並べて描いてます。この黄色い線。これは長期金利を上ほど金利が低いという逆表記にしてるんですけれども、金利が下がっていくと株高になる。金利が上がってくると株安になるという関係がかなり密接に確認できます。本来金利であるとか、 景気であるとか、そういったことと無関係に生成 AI 需要っていうのがもう強いはずだと。そんなものをお構いなしにどんどん進んでも相場おかしくないんじゃないかって思われるんですけれども、それがこんなにもたもたしているということで、マクロというファンダメンタルズの影響、これは金利を通じて、やっぱり株に影響してるんじゃないかって、まあ、こんなふうに思われるかもしれません。ただ、 これ逆の見方をすると、相場自体がもうもたもたして調整試合であるがゆえに、そこに参加している投資家、投機筋も気が気じゃないという中で、金利という分かりやすい尺度で、これは株にとっていいんだ、いや、これは株にとって悪いんだっていうのが起こると、ある程度反応せざるを得ないという、まあ、金利過敏症みたいなところがあるから実際そうやって動くんだという面がある。まあ、こういう捉え方がまず一つできます。 それから、金利が動くとけば、やはり株式指数全体っていうのは、ある程度それに準じて動くところはあるんですね。で、そういう金利や景気に対して耐性があるという銘柄ばっかりではないわけです。ですから、その指数が動くと、その指数の中で数パーセントの比重を占めているような銘柄は、やっぱり指数絡みの商品、先物であったり、ETF であったり、投資であったり、それが動くと、それに合わせて売り買いが発生するので、 まあそのこと自体が、この方向感がなくなって持ち合っている相場の中では、影響するという面もあります。そういうふうな変動がある中で、まあ投機筋が過敏だからということと含めてですね、ちょっとこれ見ていただくと、相場が下がる時も上がる時も、結構この NVIDIA というのは、 金利対比で見ると、極端になりやすいという傾向があります。まあ、例えば、この9月の下旬から10月の初めにかけてですね、金利がほんの少し低下した。まあ、この黄色い線がこのグラフでは少し上がった。まあ、それに対して、もうとてつもなく大きく株価は反発すると。で、大きく上がった分、それが失望に転じたときにはまた深く落ち込んでしまう。 それが11月に入って、また金利が下がっていくっていう展開になったんですけれども、この金利の低下の度合いから見ても、NVIDIA の株高の投稿ってものすごいんですね。まあ、こういうところに潜在的に決算も近かった、これまた大きくジャンプするかもしれないという思惑もあって、投機筋も含めて、もううぞうむぞう、いろんな資金が退去して入ってきてるっていうことが伺われるわけです。 ですから、通常のファンダメンタルズの評価、業績の評価というのと別に、こういうふうに、いろんな資金が入ってくる、いろんなタイプの投資家が入ってくるっていうことを踏まえて、えー、相場を見る必要がある。まあ、ここが、あの、行動学的な解析ということで、えー、申し上げているところなんです。相場に関わってくるときに、投機筋がどんな思惑でそこに関わってくるのか。彼らはどんな行動を取るのか。 そんなことを想像のしようもないと思うかもしれません。陶器筋の中にはいろんなことを考え、いろんなことを言う人たちがいます。ただ、どんなに複雑なものの言い方をしてても、結果的にそれはポジションを取るという行動に置き換えると、それだけなんですね。つまり買っている、あるいはそれを売るかどうか。 そしてその金額がいくらかどこまで引っ張るかってそこまでになってしまう。そのポジションを取ることによって、今度、そのポジションを持ってるがゆえに、例えばその人に相場見通し、相場の意見聞いてみても、自分が買っているのに、それも相場はダメだというような言い方をすることは普通ありません。ポジションを取ると、その人の考え方や、その人の行動は後々まで、それによって影響される、制約されるということが起こるんですね。ですから、 マーケットの分析をするときに、口で言っているその予想、思惑というのは様々だ、複雑だと言っても、も最終的にポジションを見ていけば、その人がその次にどういう行動を迫られるのかというのは、相場との兼ね合いでおよそ掴つかむことができるということになります。まあ、その時に、プロスペクト理論という考え方があって、これがあのポジションを考える上で極めて重要なんですけれども、 利益と損失についての行動学なんですね。プラスマイナス逆ですけども、損得が同じ金額なら、損の痛みは、得の喜びよりも大きいという、こういうことが示唆されます。これ、このグラフ見ていただくと、横軸損失、それからこっちが利益ですね。で縦軸上が利益、そして下が損失ということになります。この主観的な利益と損失、 と、それから事実としての損失利益ってこれを見たときに、もし人間が完全に合理的な存在であるならば、右上がり45度の線になるであろうということです。つまり、利益が実際に出ている金額と、それからそれを主観的に心の中で感じる金額とが同じであろうということが言えるわけです。ただ、実際には、いろいろテストしてみると、どうもこんな風な青い線のような曲線、 こういう関数になっているということです。まあ、あの、だ,だんだん利益が多くなりにつれてって、その喜びというか主観的な評価というのは鈍化してくる。まあ、損失についても、どん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 最初はもうすごく辛いけども鈍化してくる。まあ、こういう関係が一つあるんですね。からもう一つは、利益が出る領域よりも損失が出る領域の方がグラフの傾斜が強いんです。 で、このことがですね、いろいろ行動を起こす一つの原因になります。これ例えば、利益が出ている時に10の利益が出ている。でも、それ心で感じているのは15だと。すると、この相場が20に上がる。そうすると、主観的には5だけ喜びが増える。でも、10相場が下がって、チャラになると。そうすると、心の中では15の利益を失った感じがする。 そうすると、同じ値幅10しかなくって、確率も同じだというときに、相場が元に戻ったときの方が喜びが減ってしまうっていう、こっちの方を重視するあまりに、利益確定売りを急いでしまう。確率的に起こる事態よりも、早い利益確定を先行してしまうという、まあそういうことが起こるわけです。逆に今度、損が出る場合、マイナス10の損が出ている。でも、心の中では、もうこれ痛みがマイナス20。 もっともっと辛いということなんですね。実は、この利益と損失の時に損失の方が痛みが大きいということを先ほど申し上げましたけれども、いろいろ実験してみると2倍から3倍ぐらいの痛みということで、この数字よりももっと極端なんですね。で、えー、それが起こることによって何があるかっていうと、今度はこのマイナス10が0に戻る可能性の時には、マイナス20から0ということで、喜びこっちの方が大きいんですね。つまり、ああよかったっていう感じが強い。 これに対して、マイナス10からマイナス20に同じ10の値幅下がる。まあ、確率的にもそれが同じだとした場合に、そのつマイナス20からマイナス30に心の中で損が膨らむということになった場合に、マイナス20の位置からすると、同じ確率なら相場が戻る方が喜びが大きい。まあ、あの、痛みの軽減が大きいということになるので、相場が戻ることを期待して、損切りをしないという選択をしやすいということなんです。 で、この辺りからですね、ポジションに絡む重要なポイントっていうのは、この損益分岐点に絡んで、実際の相場がこれに近づいてくる場合、それから逆に離れていて含み損になる場合、それの相場との兼ね合いで、人の行動がいろいろ揺らぐんだということが一つ重要なことなんですね。で、利益確定は何かと早くなりやすいということと、 これ、損の領域になると痛みが大きくて、まともな心理状態じゃいられなくなる。適切な判断ができなくなる。で、経験ある投資家、投機筋っていうのは、そのあたりの事情をよくわかってますので、損切りルールというのを徹底します。これ、損を抱えたままにすると戻るということに対して異様に期待を高めてしまって、そして、そのリスクに対する評価がまともにできなくなるということをわかっているので、損切りルールを徹底する。 ということで、相場がこの含み損領域に入ると、ストーンと抜けるように下に落ちるっていう場面が非常に多くなるんですね。一方で、無頓着に相場に入っていると、どうしても損切りをしなくなってしまって、やがてポジションを塩漬けにするという傾向も強まるということになります。で、塩漬けした人たちというのは、あ今度、相場が戻ってくるときに、チャラになると、ああ、良かったと。 つまり、損が出てきたけど、相場が戻ってきた。ああ、チャレンになった。ああ、よかった。あるいは、相場が戻ってきた時に、期待して待ってたんだけど、勢いが鈍ってきて、ああ、もう届かないかもしれない。そういうところで、戻り売りに出るという行動になりやすい。まあ、これがですね、えー、ポジションに絡む人の行動の典型的なパターンということになります。でそのことで、どういう評価をするかというんですけれども、投機筋、投資家が過去にどういうポジションを取ったかっていうのは、 これは値動きからおよそ推量するしかありません。あるいは取引高データというのが発表されているマーケットにおいては、その値段帯別の取引量というのを見ることによって、相場が揉んでいる、取引量が多いということになると、大体そのあたりのコストのポジションがたくさん作られたんだろうなって、こういうふうな推計をするわけです。 例えばこれは NVIDIA の10月の下旬ぐらいから11月かけてものすごい距離い上がってきた時の相場の動向を示してるんですね。で、11月のこの20日過ぎのところで決算が発表があったわけですけれども、ここに向けて金利も低下してるしということで、すごい距離で相場が上がってきた。でもうどん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 上がってきてるっていうことで、ここには投資家も投機筋も入っている。そして10日間ぐらいにわたってここでですね、 485から500ぐらいのところでこう持ち合うわけです。ですから、まあ上を突っかけてはいるんだけれども、価格帯としてはこのあたりということで、最後、ここで決算の後、500も抜けてジャンプするんじゃないかってことを期待したような投機筋がたくさん入っているっていう、こういうふうな展開になるわけです。中長期の投資家であれば、ここで買ってもこれから先600、700って向かっていくんだろうと思えば、 じっくりと相場が下がれば買いためていけばいいしとか、まあ、こういう人も出てくるでしょう。だけれども、短期の投機筋にとってみると、その場その場での勝負ということが重要になってくるので、決算で520、540っていくんじゃないか。まあこういう期待でこう入って、この高いところでもポジションを作っている。で、決算が発表されて素晴らしい内容だった。さあ500抜けていくぞと思ったら、早いところから利益確定売りが出て、 押し返されてしまった。で、その後も、もうちょっと頑張ろうという気持ちがあるんだけども、結局ここも押し返されてしまった。で、ああ、ダメだと思ったところで、売り逃げが出たので、ストーンと落ちて。で、その後も、このポジション域のところでなんとか残ろうとするんだけれども、下抜けたことによって、今度、ここの最初のポジションコストのゾーンですね。えー、ボリュームゾーン。ここがあ、戻り売りの重い岩盤になってくる。 そうすると相場としてそこにもう戻れなくなって、ここで何度か人の下のところで持ち合いながら上を試し、やっぱりダメじゃ,んじゃないかと見ながら、やっぱりまた下にストーンと抜けてしまった。で、その後にまた持ち合い券が小さくできて、またここもストーンと抜けてしまった。まあこういう時に金利が影響するっていうこともありますし、何か悪いニュースが影響するということもあります。逆にいいニュース、あるいは金利低下というものが起こったんだけれども、上がりきれない。 止まってしまったっていう時にその戻り売りが出て相場を押しつぶして結局失望に転じるということも起こりやすいと。こういうことになってくるわけです。つまり NVIDIA というのは人気テーマであるがゆえに、もうとにかくうぞうむぞう投資家から投機筋までものすごい資金が入ってくる。しかもその決算を一つのお祭りにして、こっから 5%も10%もすぐさま上がるんじゃないかみたいな期待で高いところでもポジション取る人がたくさんいる。そしてそれが裏切られたとき、あるいはニュース的には大丈夫なんだけれども、相場自体が自らの利益確定売りで上がれないという状況が失望に転じたとき、こういう下がり方になって、下がれば下がるほど上値に含み損のポジション、しこったポジションというのが残ってしまうと、 これをこなさなければ、なかなか戻れないということができてしまうということなんですね。まあ、このことをですね、じゃあどうやって回復していくのかってことなんですけれども、例えば10月のこの最後のところ、ここも本当に弱気相場入りだということで、相当マーケット危惧したんですけども、そうかと思っていたら、スーッと上がってきて、でも、2週間で2割以上も上がるっていう大相場になったと。このラリー全体を NVIDIA が牽引するという展開でもあったわけです。 まあそれだけ潜在的に買いたいという、この需要というのは、ものすごく強いものがあるわけですね。で、それだけのものがあるからこそ逆に、ゾームゾウいろんな資金が入って、その利益確定で下がり、上値にしこりができて上がれずにっていうことをこう繰り返しているということなんです。で、これ相場が下がってくるときに、この10月の終わりの時もそうですけれども、今回もそうですけれども、 上値で仕、えー、こってる人たちが徐々に売ってきて敏感な人たちがほぼ売る、一巡した。まあそれが終わると何が起こってるかということなんですが、例えばこの相場が低い時に、上値の人たちは、ああ、また含み損が膨らんでしまう。ああ、どうしよう。ああ、どうしよう。ああ、どうしようってずっと思ってるわけです。で、えー、ところがですね、そろそろ売り手も減ってきたし、買い向かおうかっていう人たちはここで待ち構えてるわけですよね。で、上値の人たちは、 相場が下がる。ああ、大変だ。もっと売らなきゃ。自らが売ったらまた下がるかもしれないっていうことになって、えー、やきもきしている。ところが、この下で待っている人というのは、かなり心にゆとりがあって。で、上の人たち、例えば480で持ってる人が450になってしまったどうしようって言ってる人は、450で損切りすれば、まあ、痛みはあったけれども、ちょっとここで一旦落ち着いて、また新たに買いに入ろうかっていう、こういう,うスタンスにもなれるわけです。 ポジション持ってるがゆえに身動き取れない、売ることしか判断できない。これに対して450で新たに買った人は、ここから仕切り直しで相場、あこれからまたもう一回上がるところを見に行こうという心のゆとり度が全然違う。まあこういうですね、えー、ポジションの値洗いが進むことによって相場心理というのが焦燥感から徐々に次への期待にまた変わっていくっていう このこと自体が行動学的には重要な要素になってくるわけです。ですから、相場の立ち直りの取り方なんですけれども、そういう、まず下がってきて含み損がもうとにかく大目のしかかっている相場については、戻り売り圧、戻り売りがどのぐらい出るのかっていう、その圧力チェックっていうことが重要な要素になってきます。 良いニュースが出たりして、あるいは金利がちょっと低下方向で、これ良い,い方向じゃないのって動いたときに、まずはショートカバーなんかで、相場がポーンと跳ね上がって、で、上根のさっきの持ち合ってったところ、含み損のポジションが集まっているところ、そこを抜けたと。まあそうすると一つ何かクリアしたんじゃないかっていうことが起こり得ます。ただこういうものが連続していると、一つ超えてもその上にまたあるとか、あるいはその下にあるところも 決して気持ちは落ち着かない。一時的な反発かもしれないというと、そこでまた売ってくるという人たちもたくさんいるんですね。ですからそういうものをとにかく凝らしていくしかない。で、こういう直近できたポジションのロスカット、これが一巡して、で、先ほど申し上げた下値で新規の買い手というのが出てきて、値洗いしたところで心理は前向きになっていく。まあ、こういうところの変化というものも、下値の買い同意なんかを見ながらチェックしていくということになります。 それから、エヌビディアのように、これから先ものすごい相場になるんじゃないかと思いつつも、何ヶ月にもわたって、同じ価格帯で行ったり来たりして、その変動率が大きい、すなわちリスクが高い。まあ、こういう状況になってくると、まあ、投機としてもやりにくいなっていうことで、エヌビディア以外にちょっと目を向けようかなんてことで、投機が減ってくると相場としてはより落ち着いたものになりやすいってことがあるんですね。まあ、こういうことによって、テクニカルには、 そのポジション状況が変わってきて、えー、そろそろ相場として落ち着くんじゃないか、持ち直すんじゃないかっていうことになってくるということになります。まあ、あの、この展開の中でですね、多くの投資家さんが悩むのは、相場が下がってきた。例えば10月の下旬のようにものすごく大きく下がった時に、最後投げ売り状態になって、ああ、もうダメだと思う時、実はあ、この投げ売り一順ということで、それ以上大きく売ってくる人たちがいなくなって、そして、 え、その後、回転の方が勝るっていうようなことも起こり得るんですね。まあ本当にここは心理戦みたいなところがあって、逆にポジション状況を推計することによって、ここを乗り切りさえすれば次は回復の目もある。まあこういうことをですね、丹念に見ていくしかないという場面です。これもうファンダメンタルズじゃないんです。あの、下がるから売らなきゃいけないという人が群衆行動的に後から後から出てくる。 それが一巡すれば、相場自体は相当安くなっているので、買い手も出やすくなるっていう、こういうことを忍耐を持って望んでいくしかないという、こういうことなんですね。で、そんな中で、ファンダメンタルズ、これがやっぱり良好であれば、投資家の買い、これがまあ信人なる買いというものは継続します。ですから、まず、その銘柄、その投資対象が割高なのか割安なのかという評価は、一応まず頭に入れておきます。 まあ最近何ヶ月にもわたって NVIDIA が上がらないので、これはもう割りなんじゃないのっていう、十分折り込まれてるんじゃないのっていう言い方をする人も参見されます。ただ、まあ、業界アナリストの人たちからすると、これから先の業績から評価して PR は30倍台と、まあ、そのぐらいであれば、 これだけの人気銘柄でありながら、加熱感というものはないと言っていいぐらいなので、その点ではこれから先、まだまだ上方向を見るんだろうという人が多いんだと思うんですねで。私はもう業績評価はしてないので、そういう人たちの考え方がある程度賛同できるかどうかということで見てるんですけれども、現時点ですでに割高かという議論については、ノーという考え方を持っています。 でここに良いマクロ環境が加われば、あ鬼に空棒なんですね。まあ、あの、非常に分かりやすいのは、金利が十分下がるということで、新たな金融相場が、とことになるときに、相場全体が上がってきます。特にグロース系は金利が低いとものすごく上がるわけですけれども、その中でも、これだけ業績がいいということになると、やっぱり潜在的な上昇力というのは、群を抜いているということになりますので、上がり方がものすごく大きくなる。 まあ他の銘柄をアウトパフォームするであろうということが期待できるわけです。ですから、まあ当たり前といえば当たり前のことなんですけれども、相場を実際に見ていると、なんでこれだけいいのに上がれないのなんで決算これほど良かったのに売られてしまうの売られた後になぜその後立ち直れないの まあ、こういうことをですね、疑問に思っておられる方もいらっしゃるかもしれません。ですから、そういう方はぜひ行動学的に、ポジション的にそれを評価してみるという目。それから、ファンダメンタルズが現時点で株にとっては必ずしも芳しいものではないんだという中で、生成 AI は進もうとしている。 その進む推進力ともたついたときにはやっぱりファンダメンタルズ、金利の影響なんかも色力反映してしまうという点。まあ、こういうところを踏まえながら、ここを抜けていくすべというものを行動学とマクロと両面から考えていただければなと思う次第です。この動画を YouTube でご覧になっている皆様へ、田中大輔のマネーは語るは楽天証券の投資情報メディア、投資ルにて展開をしております。 私の動画レポートが今回の文も、それから過去に遡ってもそこには掲載されております。場面場面での一貫したロジックでどういうふうに解釈してきたのか。まあ、その中でうまくいったりいかなかったりとかありますけれども、一貫したロジックを持っていればさほど混乱せずに対応できてきたということではあります。ですから、まあそういう勉強をしたいという方はぜひご覧になってみてください。 そしてこの動画気に入ってくださった方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。